おはようございます。豊ノ花練乳いちごパフェ、まあそうですねこれね、はい、ということでミニストップにいます私、はい、桜野のねところのねミニストップ、はい、ここにいるんですよ。あのね最近ね韓国アニョハセヨーカムサハムニダっていうね、うん、なんかね韓国料理屋さんがねこの近くにできたっていうね、諏訪町の中にできたっていうのでね、ちょっとね行ってみたいと思います。場所は今ここミニストップから歩いて今向かいます。すぐ近くです、ミニストップのすぐ近くです。行ってきます。ストップから歩いていきまーす。すぐなんですよね、歩いてね、ほんとものの1分かかんない、歩いてすぐなんですよ。どんな料理なの、韓国風って言ってましたもんね、はい、韓国風のねお店ができたっていうことを見てみようと思います。ここです、じゃーん、ここです。パープルピンクいいのかな。こんばんは。こんばんは。何やってんの。あ、こんばんは。ラムちゃん。ラムちゃんの妹。ランチタイム営業は11時半から3時までになってます。店内はこんな感じでボックス席がね4席、はい、2人とね4人掛けの2個ずつとカウンター席もあります。あと韓国の、ね、お菓子がねこういうの売ってます。はい、でドリンクメニューこちらですね。はい、日替わりスイーツもありましたね。日替わりスイーツ200円です。これ200円、店長の手作りのマカロンとかそういうのですね。その中から私はパインジュースを頼みました。で、メニューの方なんですけど、こちらセットメニューがありまして、セットメニューっていうのがライスとスープがつくみたいなんで、皆さんぜひ頼んでみてください。それでは私も注文します。チェックドン。あ、石焼きじゃん。石焼きです。めっちゃ熱々じゃん。これ別からでコチュジャンです。ありがとうございます。はい、よく混ぜてお召し上げください。はい、よく混ぜてね、よく混ぜて。これビビンバ、石焼きビビンバじゃん。石焼きビビンバって書いてあるのいいんだよ。うまそうです。いただきます。熱々です。非常にうまい。うん。熱そう。熱そう。うん。あっぱい。じゃあ取り皿置いておきますね。はい、あ、ごめんなさい。やけどに気をつけてください。はい、熱いからね。めっちゃ熱いっす。ね、うまい。はい。うまい。ありがとうございます。はい。うん。うん。おいしいおいしい。あっこあったあっこうわさのヤンニョム式をいただきます。あ、なるほど、うん、うん、うん、うまい、うん、サックサック、
ジューシーで衣が超サクサク、うまい。100個ぐらい食えんな。うん、このタレなんだよ。このタレってシナモン入ってますね。入ってます。入ってるべでしょ。シナモンでしょ。そうです。うん、なんかの味すんな。シナモンの味だ。おいしい。100個ぐらい食える、これ。あっつい、まだ熱かった。そんなにやめとしないでくださいよ。うまい、まあったか。はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。今日はラーメンではありません、ビビンバーです。北上市にね、12月にオープンしたと言われるパープルピンクさん、こちらね、あのおばあちゃん、お母さん、娘とね、あの3世代でねやってるというね、はい、こちらね、あのお母さんの方がね、私小さい頃からのね、あの知り合いでね、ゆうなちゃんっていうんですけどね、めちゃめちゃ可愛い子で、皆さんね会いに行ってみてください。まるで40代には見えませんから、もう高校生みたいな輝きを放ってますから、はい、皆さんね、可愛いゆうなちゃんに会いに行ってみてください。そしてこのビビンバ、熱々でした。熱々でね、美味しかったですね。あの辛み入れてね、漬物のね、あのナマスみたいなののね、角切りのね、あの大根も、これもね酸っぱくて美味しかったですね。はい、そしてこのヤンヨムチキンですよ。衣サクサク、はい、衣サクサク、中ジューシー、はい、こちらめちゃめちゃお酒に合うと思われます。これで俺はご飯を食べれますね。はい、ご飯食べれます。はい、セットメニューはね、あのスープとライスがついて800円です。なかなかいいリーズナブルな値段だと思います。このビビンバもね、スープと漬物がついてね、800円で提供されてました。はい、なんかいいお店だと思うんで、皆さんねぜひ行ってみてください。そしてね、私ね、この取材をしてたところ、11時半オープンで、俺11時に行ったんですけど、11時半前にフライングして入ってきたやつがいるんですよ。はい、そちらをね、いろいろ食べてたんでね、そちらのね、あの取材もしてみましょう。いや、キンパ見てみましょうね、キンパ。動画だから、写真じゃねえから。感想はマジで美味しいです。めっちゃすっぴんやないかい。昨日使うからな。はい、いいですよ。おっ、いっぱいです。ごちそうさまでした。それふざけないでさ、はい、ちゃんとほら、はい、去年の12月28日にオープンしましたパープルピンクです。はい、はい、皆さんぜひ食べに来てね。うん、つまんな。つまんな。ごちそうさまでした。いや、暑かったですね。もう、まあ、今日も汗かいてます。はい、美味しかったですよ。はい、皆さんもね、ぜひね、ランチとね、あと喫茶店みたいな感じとね、ランチと軽食喫茶店みたいなのをやって、夜バーをやってるらしいです。はい、で昼からね、あの夜までやってるらしいんで、まあ時間ごとにね、提供するものが違くなるそうなんでね、ご飯とか食べた方はランチ全然いいと思うんで、あと駐車場がね、今ないらしいんで、救急車来ました。で今ね、駐車場の方がね、今ないらしいんで、あの桜のとかね、あとパーキング、コインパーキング、まあそのうち借り入れたら借りるっていうことなんで、そんな感じでよろしくお願いします。はい、またメニューもね、これから増えてきそうだと思うんで、はい、皆さんぜひね、行ってみてください。それでは、美味しそうだと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ヘイボーナイスデー。